ちょっと大丈夫っすか？動かない方がいいって。今救急車呼んでるから。ああ大丈夫か？怪我してないの？なあ、全然電波来ねえんだけど。生きてやがったのか。なんだよ。おい、寝ぼけたガキ、この体よこせ。なんだよこの声。くそ、こんな都合よくはいかねえか。いるんだ。このぐらいなんとか耐えろ。だな。なんだ。何か来る。喋んな。隠れろ。いいから今は言う通りにしろ。私だけが君たちを救える。君たちの魂は純化され、来たるべき世界の礎となる。すでに器は整った。それは魂の住まうべきところだ。さあ集え。良き終わりはそこにある。どうすれば。お前に選択肢などない。
俺に従え。いやだ。僕にはやらなきゃいけないことがある。やらなきゃいけないこと知るかい。うだうだ言うなら他を探す。お前は終わりだ。他誰もいないぞ。こいつ悪霊だか死神だか知らないが、この体は僕のものだ。あんたの指示は受けない。そうかよ。だったら力ずくで奪うまでだ。前には消えてもらおう。仕方ねえ。まずは付き合ってやる。だが忘れるな。お前の命を握ってるのは俺だ。あんまりダダをこねるようならお払い箱だからな。分かったら早く進め。指図するな。動きがぎこちないが、まあいいだろう。俺がいなければあいつらにやられていたってことだ。さっさとお前の用事を済ませようぜ。そうだ、妹のところに行かなきゃ。妹に会いに行く途中で事故ったのか。僕の体を奪おうとした奴に話す必要な。そっちはまだ霧が残っている。戻れ。話に戻ろうか。妹に会いに行く途中で事故ったのか。僕の体を奪おうとした奴に話す必要ないだろう。それもそうだな。あんたは何者なんだよ。先にお前が話したら教えてやる。それにしてもひどい景色だな。ここまでとはな。これは本当に渋谷なのか。世界の物体がこちらに干渉している。物は試しだ。触れてみろ。お前でも力は得られるみたいだな。
何やってる？急いだ。方がいいんじゃねえのか？分かってるよ。